来ましたか。お気になさらず、待ったのは1時間ほどですので。開成校は構造士の管理下にあるため、許可が出るまで少々時間がかかります。ですので、ついでに現状を聞いてきました。龍雲私と同じく開成校の球技も止まり、関所の警備が手薄な状態です。運気軍は全員性格の件で他を顧みる余裕がありません。中は化け物が横行し、人の気配がない。確かに後を隠すにはぴったりです。つまり助っ人もサポートもなしに大量のモンスターを退治して、カンパニーに天文学的数字の懸賞金をかけられた性格ハンターを捕まえなきゃいけないってわけだよね。まあ初めてってわけじゃないけど、適当に言っただけだから細かいこと気にしないで。助っ人がいないかといえばそうでもありません。さあさあ皆様、準備が済みましたら出発しますよ。恩人様、出発されますか。私が連れてまいりました助っ人をご紹介します。カフカを追跡するのは重大な任務。もし逃がしたとなれば、天白紙では負えないほどの責任を取ることになります。ですから、この少ないメンバーでも負えるように、構造士から追跡に長けたこの子を借りてきました。きっと役に立ちますよ。何この子、かわいい。うん。で、どう役に立つの。カフカを見つけたら噛みついて離さないとか。ええ、似たようなものです。この子は構造士が我々古族の五感をバイオミメティクスして作った隊長。その鋭敏さは私たち以上とも言えます。足跡も匂いも一度特徴を覚えれば、ターゲットの痕跡を捉え最後まで追跡することができます。わずかでもカフカの痕跡を見つければ、いくらうまく隠れようとも隊長からは逃げられません。ただ、正式な捜索を始める前に、少しばかりこの子をしつける必要があります。早く仕事に慣れてもらわないといけませんので。まずは、どの匂いを追跡するか設定します。そうですね。私の香水で試してみましょう。このキラキラした痕跡をたどって、天運を探し出せばいいってことだよね。天運ったら、こんな肝心な時にかくれんぼを始めるなんて。痕跡が消えた。隊長ちゃん、壊れちゃったのかな。ふむふむ、港周辺は風が強くて匂いを追うのが難しいってさ。美少女とワンちゃんの間でビビッと気持ちが通じたんだよ。周囲の環境を利用して痕跡を隠したか。天白紙のお嬢さんは俺らを試そうとしているみたいだ。周りを調べてみよう。何か別の痕跡があるかもしれない。それか周りの人に聞いてみよっか。人の通りも多いし、天運を見た人もいると思うよ。これだってある種の情報収集だし、ズルじゃないよね。今手に入れた手がかりってどれも天運と関係あるものだよね。ああ、これで隊長は彼女の後を追えるだろう。見つかっちゃいましたか。このように隊長がいれば追跡も簡単になります。どうでしたか。開成校でカフカの痕跡を見つけたら、すぐにこの子を起動してください。絶対に逃がしはしませんので。カ
排水溝が止まる日が来るなんて。聖画は夜ごと天を回りて、銀雲は流水のごとく響く。これはかつてとある詩人が海星港のにぎわう様子を見て読んだ歌です。ラフの内と外はすべて精査を頼って行き来しています。海星港の製造ラインが止まれば、船首すべての航路も一時休止するしかありません。おかげで摂都市の仕事をしばらく休めて助かりました。天は全然選手のことを心配してないみたいだね。それはありません。商売をする者、喜怒哀楽は顔に映さずというじゃありませんか。それに同盟がこれまで経験してきた危機と比べたら、この一件はさまつなことです。あと先に言っておきますが、もしカフカを見つけたら好きなだけ暴れていただいて結構です。ただし私には期待しないでください。私はか弱い女子、ブルブルと震えることしかできませんので。皆様の腕なら魔音の実を相手にしようとも引けを取りませんが、私はただの文職。もしもカフカが暴れでもしたら、古族は先秋人ほど長生きできないとはいえ、あと数百年は穏やかに生きたいのです。だからどうか勘弁してください。皆様を連れて聖茶会を案内するというのがあのお方のご命令でした。普段の私のお仕事と何ら変わりありません。ですが戦いは私の専門外です。命を張るつもりもありません。最大限の誠意を示すために隊長を借りてきたまで。今度玉空に会ったら全部チクってやるから。心配しないでくれ。テユンさんを困らせるようなことはしない。カフカに遭遇した時、その確保と戦闘は俺たちに任せてくれていい。道案内感謝する。隊長が追跡を始めるには手がかりが必要です。カフカが本当に海星港にいるなら何かしら痕跡を残しているはず。分かれて探しましょう。文字通り隅から隅まで。運気軍の武器ですね。何か鋭いもので切断されたようです。あの悪女がやったに違いないよね。長くて切れ味の鋭そうな刃物を持ってたもん。仙人爽快茶？仙人爽快茶ですって？それは手がかりではなく、私が普段好んで飲むお茶の銘柄です。1日2杯飲めば疲れが飛んでいきます。この任務が終わったら一緒にお茶を飲みに行きましょう。ねえこれ見て、隊長ちゃんが変な箱を見つけたみたい。上に手の跡がついてる。見たところ長く力強い指をしており、ブレもありません。命を狙う者の手でしょう。ん？何か紙切れが挟まってる。ご褒美を置いておいたわ。気に入ってくれたかしら。もう完全におちょくられてる。カフカはこちらの動きを完全に読んでいる。みな罠に注意してくれ。これは何でしょうか。粘土みたいですが。幼児ちゃん、何だと思う？どこかの製造ラインから落ちた造船用の材料だろう。詳細は不明だが、おそらくカフカとは関係ないはずだ。これもカフカの痕跡かな。これは造船艦の職人が使う溶接岩ですね。慌てて誰かが落としたのでしょう。はいはい、分かったよ。あっちに行ってみよう。手榴弾？あ、何かついてる。
これって口紅？迷子ちゃんへの小さな贈り物？あの女、うちらを挑発してるみたい。これは？造成館職人の通行用玉符です。関所を通るためのものですね。誰かがこれを使った後、意図的に壊したようです。もしかしたらカフカかもしれません。怪しそうな手がかりはこれで全てのようだ。しかし本当にカフカの痕跡なのだろうか。意図的に残した可能性も否めないが、この量から見てうちらをからかってるんじゃない？あのわざとらしい顔でゆっくりと捕まえてごらんって言ってるのが目に浮かぶよ。なんか憧れてるように聞こえるんだけど。スターピースカンパニーがあれほどの賞金をかけても捕まえられない重罪人ですもの。逆にこちらが狙われているかもしれません。さあ急ぎましょう。私たちは着実に彼女に近づいてるはずです。また箱に手の跡がある。どんだけ暇なのあの女。迷宮をさまよう子ネズミたちにチーズを用意したわ。うちらで遊んでるみたい。ムカつくな。気配が消えた。獲物の痕跡が急に消えたら狩人は気をつけなさい。狩る側と狩られる側の立場が逆転する兆しだから。カフカ！この運気軍たちは魔音の実に落ちていません。あなた、彼らに何を？ほんの少し暗示をかけて私のお話を聞いてもらっただけよ。これに関しては君が一番詳しいわよね。ここは良くないわ。大木様が来るには道が長すぎます。それに私にとってもよろしくない。この先で待ってるわね。おお、あの女を逃がしちゃダメだよ。なのか、落ち着け。あと少し。みんな急がば回れよ。ここ全然通れそうにないよ。どうにかしてカフカを止めないと。大丈夫です。ベルトコンベアを迂回すればいけます。ようこそ列車の皆さん。私を捕まえに来たのよね。最後のカードを切ったらどうだ、カフカ。俺たちがここに来たのも全てお前の計画のうちなんだろう。計画ではなく未来よ。無数の未来の可能性に干渉して最良の未来を現実に変えてるの。私たちを過大評価しないで、ベルト。性格ハンターも運命の奴隷に過ぎない。最良の未来？それって誰にとっての未来？あんたが他人のことを考えてるとは思えないけど。全宇宙のって言ったら信じるかしら。もちろん私にとってのだけど。俺たちがラフの将軍のもとまで案内しよう。自分が無罪だというのなら彼に弁明するといい。判決は彼が下す。それはお断りするわ。他人の歩調に合わせるなんて大嫌いだもの。そろそろ時間ね。さあかかってきなさい。さもないと間に合わなくなる。
やっと来たのね。取るに足らない。お前の一挙一動はすでに砲丸の中。諦めなさい。大牧師不言、これより重罪人は私が引き受ける。列車の皆さん、はじめまして。いえ、すでに我が予見の中で会っていたと言うべきかしら。この身は先週録音が一人、大牧師の大牧不言。遠方より訪れし客人を美酒で迎えたくはあるけれど、天地人三元がそのくらいにあらず、遺憾にも後回しにするしかない状況。早速要件といきましょう。何言ってるか分かる？私の話し方に文句があるのなら直接言っていただけるかしら。俺たちは慶元将軍の依頼で性格ハンターを捕まえに来た。大牧殿の助力には感謝する。だがこいつは俺たちが将軍に送り届けなければならない。いいえ、ここに将軍からの文があるわ。ほら、ご覧なさい。性格ハンターを捕らえたら大牧師が後の審問に取り掛かることになっているでしょ。あの女と一緒にいなくていいってこと？将軍様っていい人だね。分かった。だが将軍はこちらに情報を共有すると約束した。カフカが吐いた一言一句を俺たちも知る権利がある。は？あいつ面倒な約束ばかりして。手間をかけないことは約束する。審問を傍聴するだけだ。気に望み変に応ずか。いいでしょう。私と共に大牧師へ来なさい。ここで審問できないの？性格ハンターってずる賢いからまた逃げられるかもよ。この私がいる限りどこにも逃げられはしないわ。それに性格ハンターの口を開けて自白させる方法は大牧師でのみ力を発揮するの。時間ね。行くとしましょう。さあ、こちらへ。皆様、ここで降りましょう。あまり外を出歩かない身とはいえ、地下の様子は知っているつもりよ。どこに案内しているの？ここは大牧師ではないでしょう。申し訳ありません。球技が壊れてしまい、同点の入り口を特定できなくなってしまったのです。私も速やかに案内したいところではありますが、すぐに精査を止められる場所がここしかなく。長楽天、聞く限り安全な場所ではありませんか。残りの道は徒歩で行くとしましょう。打艦の間、火傷に満ち引きあり、船の進みが固くなり、泥に足を取られる。泉州の牧さんについては聞いたことがあるけど、神業だって言われてる割に指を使うだけなんだ。うちがカスを数える時と一緒じゃん。その説もう流行ってないよ。念のため占ってみたけど、結果は今と同じ状況を示しているわ。あちらは正確で大変のようだし、今日中に精査で大牧師に着くのは無理ということでしょうね。はあ、私が座を離れて市内はどうなっているのやら。そうですね、不言様は大牧師にとって欠かせない存在ですもの。
それならちゃんとしたシステムを作っておいた方がいいんじゃない？フゲンが休暇を取ったりしたら大変なことになりそうだし。内情を知らない部外者ということで、今の言葉には目をつむってあげましょう。私は先に行って審問に備えるわ。では。もちろん犯人は私が連れていく。これはケーゲンの指示でもあるの。あのね、気に障るかもしれないけど、あんたの将軍はカフカを審問するときにうちらも立ち会っていいって言ったんだよ。この私を何だと思って。一択千金、たとえ同点が崩れようと約束は守らなければ。まあ同点が崩れる可能性なんてゼロに等しいのだけど、犯人の口を割るには特殊な手段を使う必要があるの。その手段は大牧師の機密であり、公表することはできない。申し訳ないけれど、それは理解して。ただこれだけは約束する。お前たちが来るまでは決して審問を始めないと。すでに部下に連絡し、凋落店の広場でお前たちを接待するよう手配したわ。内務が整い次第その者に大牧師まで案内させるから、もうしばらく待っていてくれないかしら。分かったよ、信じるから。また人を怒らせちゃったみたい。じゃあ次はあんたが言ってよ。なんか好感度下がることは全部うちがやってる気がする。あまり気にするな。フゲンさんは道理を心得た人のようだし、怒ってはいないはずだ。そうかな、冷たい人に思えたけど。そっか、そういう人苦手なんだよね。さあ無駄話はここまでにしよう。大牧師の準備にも時間がかかるだろうし、この辺りを少し散策してみないか。イエーイ、さっき乗った星座も面白かったし、きっと凋落店にも面白いものがたくさんあるよね。あそこが広場みたいだね。待ち合わせしてるような人はいないっぽいけど、近くを探してみる？これを飲ませて奴を横たわらせるんじゃ。つまり奴らを横たわらせるんじゃ。完膚なきまでに叩きのめされて、ようやくおとなしく寝る気になったようじゃな。そこの小アッパと小娘、患者の情緒を安定させてくれたこと礼を言う。素晴らしい物理麻酔じゃった。物理麻酔、うちらそんなことしたっけ？そうじゃ。まあおかげでこの者たちは傷を負うことになったがな。全力で手当てをしてやらんと。まったく忙しくて手が回らぬ。この子どこから来たんだろう。パパは？おらん。じゃあママは？ママもおらんぞ。さてはわしが幼く見えるゆえ子供じゃと勘違いしておるな。ここは泉州じゃぞ。よその小娘が見た目で人を判断するでない。寿命族は輪廻ができるゆえパパもママも不要じゃ。
わしは転生した時から医学の道に専念してきた。探偵士の医師免許を持つべっきとした医者じゃぞ。ベロブルグの子供たちは遊びに夢中になってたのに、ここの子供たちは患者を診察してるんだね。近頃のラフは安全な場所ではない。主ら、もし用事がないなら出歩くなでしょ。でもあんたたちの将軍に仕事を任されたから出歩かないわけにはいかないんだよね。ならもし主らに何かあれば、骨でも折れたりしたらわしが無料で見てやろう。わしを救ってくれた礼に薬代も8割に負けてやる。この泉州ラフでわしに見てもらいたい患者がどれだけおるか知らぬのか。おい、抜け出す時にもっとたくさんの金を持ってくるべきじゃった。無駄話はここまでじゃ。患者の診察を遅らせるわけにはいかぬからの。幼児ちゃん、さっきのちっちゃいお医者さん、雰囲気が周りと随分違ったね。ああ、俺も文献でしか見たことがなかったんだが、あれが寿命族なのか。文献には竜の末裔と書いてあったが、確かにその通りだったな。皆様どうか落ち着いてください。地甲市総務部からの通達により長楽店の航路を一時封鎖いたします。詳しい情報は官報と皆様の局長に送らせていただきます。体調が優れない方は速やかに地甲市の看護にて届け出てください。探偵士の医者が無料で診察をしてくれるはずです。なお皆様にはタンパク米一袋と各種医薬品を支援物資として配布する予定です。今ここで私に申し込むか、地甲市に申請して後で自宅に配送することも可能です。大牧師の球技に問題が起きたそうです。一部の牧者と管制士が同点から逃げ出したようで、中には植物だとか根だとか叫んでいた人もいたと聞きます。一体何があったのでしょう。もしかしてあそこにお知り合いでもいるのですか。心配でしたら逃げてきた牧者に話を聞いてみてはいかがでしょう。では玉長の腕輪で登録を。おや、よそからの旅客でしたか。わかりました。それではこちらにサインをお願いします。疲れているとは認めたくありませんが、確かに12時間も経ったままです。この災いはいつになったら終わるのでしょうか。弱り目にたたり目だな。構造士でも問題が発生した。しかも大問題だ。あんたは早く運気軍に報告してくれ。なんとか。失礼した。俺は地甲市に勤める者。その服装、ラフを来訪した客人か。俺は将軍様に雇われた公務員だ。確かに泉州ラフを訪れる旅人は誰もが将軍様に招かれた客人だな。不当が解放されていればすぐにでも船で聖坂井へ向かうよう進めたいところだが、ここから先の航路は全て封鎖されているそうだ。ところで俺の友人に聖坂の通行証を持っている奴がいるんだが、どうだ、手頃な値段でここからすぐに離れられるぞ。そうか、わかった。俺は公務に戻るが、気が変わったら遠慮なく会いに来てくれ。そこの嬢ちゃん、待ってくれ。長楽天の民と竜女様を助けてくれて本当にありがとうな。あの方は探偵士の竜女、白露様だ。さっきの子のことだよね。なんかすごく偉い人に聞こえるんだけど。天白氏の友人から聞いた。将軍様がラフの危機を解決するために
よそから客人を招いたってな。見たところお前たちのことだろ。面倒をかけるつもりはないが、時間があったら地甲市の関河まで来てくれないか。長楽天について話したいことがあるんだ。なんだろう、画像だけってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして、早く向かうとしよう。早くしてよ静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ静寂。俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？どうも、品位あふれるお三方。あなたたちが例の気品だね。ごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番かん。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふぅ、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。随分と待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。すっごく面白いよ。それは楽しみだ。よーじちゃんってば、今は遊んでる場合じゃないでしょ。見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかけるときに残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国ムカロクによれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり、つまり空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。
その通り。要するに想像を絶する大きさってわけ。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに。鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？怖いこと言わないでよ。大牧様がいるっていうのにそんなことあるわけないでしょ。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ほらここだよ。ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。性格やら寝食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっとなんてね。今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ陽先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。陽先生すごいね。先週人でもないのに本当に門を開けちゃった。大牧師キママ派総帥の称号を譲っちゃおう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉長演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉長という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉長はね、玉長かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。始密集、本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大木様は
そこで私たちを待ってるはず。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは、先見の命あり、方眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い、今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。旧館の陣の運行を再開できれば、大牧師の秘技も見せられたのだけど、ふう、客人を待たせてしまうなんて面目ない限りね。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、古本、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。ほら、ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。これでよしっと。え、
符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。え、何あれ、矢倉の妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは金陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょ。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。ここは会館の陣。確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。よし、終わり。次に行こう。時間と空間、わかった。ここはエネルギーに関係してるんでしょ。残念。ここは行政の陣って呼ばれていて、物事の因果を整理するところだよ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。陣の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。陣の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは休館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そう、なら大牧様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。私の真相は気に入った？ありえない。でも、休館の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。はーい。何も変わってないのね。ごめんなさい。
こんな情けない姿を見せてしまって。あら、私を心配してくれてるの？私なら平気よ。泉州は捕虜に優しいから。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？泉州で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大木氏が私に対して旧刊の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも旧刊の陣は嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、陣が捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから、そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。
未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば、今までの私たちの努力が水の泡になってしまうわ。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で、君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったら、あらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も星球列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知ってる？たとえ星の神だろうと、殺すことはできるの。ねえラセツ、繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっごく面白かった。不思議だね、アイオーンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないの？アイオーン同士でしょ、なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先週人なのかい？他のアイオーンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と北条の因縁を知らないのなら、いろいろと説明が長くなる。わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ、戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら戦州人は死者の名前と玉鳥を中央市の因果殿に祀るんだ。それに古族や寺廟族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寺廟族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寺廟族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて、寺廟族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。あ、無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。
貴重な力ゆえに複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。魔音のみだ。誰かが怪我してる。待て、下手に動くな。即戦即決で奴らをやっつけてあの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。ねえ、大丈夫？見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくり傀儡だったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の？よかった、すぐに私を地行使に運んでください。無口君、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は中央市の傀儡判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地行使まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん、僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です、この身はからくり肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった、地行使に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王氏の律令により、判官は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。
異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。このような光景は初めてです。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。何を言ってるの？それは私たちの願望じゃないわ。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その二、アイオーン同士の戦い。強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も遵守の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。さあ、アキビリの消失には謎が多すぎる。君の問いに答えられるのはヌースだけかもね。あの機械頭は何でも知ってるから。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。ジンちゃん、残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木に何て言えばいいんだろう。カフカが私に本当のことを言ったのなら大木の方は大丈夫なはず。あんた、あの女に洗脳されてるの？あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは性格だってことは、性格の力で剣木が生命力を得た？ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。カフカが急患の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲン殿。急患の陣は嘘をつかない。フゲン殿が見たカフカの論理に違和感はなかったが、我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのも
と誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが、幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。で、また私に策を練れと。ああ、フゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格の在りかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う。将軍。ん？将軍も悪いお人ですねきちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか。万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで。まったく、フゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい。性格ハンターが故意に列車と泉州を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。突然木が大きくなったの。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか。まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか。なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木の在りかは非中の非。泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか
なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。規則は先週があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが考えただけで清々しくなるよ。普賢殿、この兵符を君に渡そう。雲気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に正確封じの策に加わってほしい。雲気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り普賢殿と再度合流してほしい。気品に命令などとんでもない。全てを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。今日に際あり利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。すでに予想していたわ。怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所。剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵室に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。将軍からの請託があるゆえ私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った普賢さん、その言葉に感謝する。さあ行こう。あら、結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、
箱の方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか。大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。おじちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。